水により、分断された惑星。ある人は言いました。もう一度繋がらなければ、人類は滅びてしまう。ドラえもん、惑星をもう一度繋ぎ直してくれ。君にしかできないことだ、と。その願い、しかと聞き届けた。ミオ、これこそが。人が、繋がる瞬間である。惑星の未来は今、ドラえもんの手に託された。2Dコンテナン、バイバイ。このずっしりとした操作感、久しぶりだな。安心感。そう、それはまさに母親の体内にいるかのような。機嫌が良さそうだな、ビビー。その調子で作敵もしっかり頼むぜ。誰がグリッチベイビーじゃ。あまり気分のいいものではないな。あの世と繋がるわけだからな。ゾッとする。話を聞けよ、クラー。こちとらド M だが、コーチプレイはそんなに好きじゃないんだぞ。デスストランディングが楽しすぎるからね。仕方ない。まあとりあえずそれは置いておいてだ。なんだこの戦車は。こいつは久しぶりの新顔か。あ、そうそう。まあその辺も含めてさらっと解説しちゃいましょうか。AMX56、ルクレール SH、フランス陸軍現用主力戦車にして、フランス陸軍3ランク7のトップに鎮座する第3世代 MBT です。小柄な車体に強固な複合装甲、そして52口径長もの長大な 120mm 砲を装備したゲーム内最強格の車両ですね。当動画ではイタリアの OF40 から恋中のアラブ首長国連合をねとった車両として有名ですね。人聞きの悪いことを言いなさんな。単純に OF40 の次に採用されたってだけだろう。そうとも言う。そうとしか言わん。さて、そんなルクレールですが、AMX30 以来およそ30年ぶりにフランス陸軍へ採用された車両です。あれ、この間に AMX40 とかいなかったっけ。あれはあくまで輸出用の戦車として開発されたものですからね。この子と直接のつながりはありません。さて、そんなわけで90年代に入ってから正式採用となった本社ですが、その芽生えは70年代にまで遡ります。1973年、フランスは旧西ドイツと手を組み、ナポレオン KPZ3 の計画名称で次期主力戦車の開発をスタート。勘の良い方なら察しがつく通り、当然この計画は AMX30 とレオパルド1の時と同じように失敗します。この計画が失敗したそもそもの原因ですが、まあこの KPZ3 というのが何を隠そう VT1 駆逐戦車のことだといえば、なんとなく察しはつくと思います。片や普通の戦車を望んだのに、片や駆逐戦車を望んでいた。意見の対立どころじゃないですね。破綻ですよ、破綻。とまあそんな感じで無事にボイドアウトした共同開発計画ですが、この開発から得たノウハウをもとに、陸軍は83年には EPC と呼ばれる次期主力戦車の基本仕様をまとめています。この基本仕様をもとに安心と信頼の AMX 社が開発を行い、86年には原型試作車が完成。このタイミングでルクレールの名称が与えられることになります。見てわかる通り、この当時のルクレールは量産型とはかなり異なる見た目をしており、サスペンションが量産型の雪圧式ではなくトーションバーだったほか、砲塔周辺のモジュール装甲も未装備ですね。そしてその後も開発は続けられ、89年にはついに念願の量産試作1号車が完成します。この量産初期のモデルは S1 と呼ばれており、ゲーム内に実装されているのもこの方ですね。以上がルクレール戦車開発のざっくりした歴史でしたとさ。さて、次は戦車自体の特徴ですね。ルクレールの何よりの特徴はやはりその外見でしょうね。この丸っこいお餅みたいなデザインは当時の西側戦車では他に上を見ない異質なデザインですね。こんな見た目なのは近年流行りのモジュール装甲と呼ばれる装甲を採用しているから。モジュール装甲が何なのかって部分ですが、まあ凄まじくざっくり説明すると、より先進的になった外付けの増加装甲みたいなものとイメージするとわかりやすいですかね。さっきも少し登場した通り、ルクレールの基本形は他の西側戦車と似た角張った箱型デザインです。ゲーム内の X-ray モデルでも、砲塔自体の複合装甲は砲塔内側に埋め込まれているのがわかると思います。これがルクレールの基本形、そして砲塔外側に取り付けられている膨らみ、これがモジュール装甲です。これ自体は中が空洞になってるただの箱型モジュール装甲でしかなく、写真のように普段は乗員の物入れ何かとして使われています。これ単体だとティガー戦車の後頭部についていたゲベックカステンと同じで、空間装甲程度の役割にしかなりません。で、箱の装甲の何が新しいかという部分ですが、それは現用戦車では標準となっている複合装甲の構造と密接に関わっています。複合装甲というのは、金属の板の間に複数の材質の装甲材を詰め込むことによって、なんやかんやで強度を上げる装甲のことだというのは皆さんご存知の通り。そしてこれをものすごくざっくりと解釈すると、金属の箱の中にいろいろな複合材を突っ込んでるものと言えるわけです。しかし従来の戦車の場合、この金属の箱というのは戦車自体の車体に当たるわけで、もし装甲が旧式化してきたから取り替えようとしても、巨大な車体装甲板を切開して中身を取り出すという大変な労力がかかるわけで、その手間やコストが莫大なものになるというのは容易に想像ができるはずです。モジュール装甲というのはこうした現代戦車特有の欠点を改善するために生み出されたものです。複合装甲が端的に言って箱型の装甲だというのならば、その箱を外側につけて、中身を自由に入れ替えられるようにすればいいじゃん。
これがモジュール装甲の基本的なコンセプトです。もし将来的により強力な敵が現れることが予想されるのであれば、この箱の中に最新式の装甲台を突っ込むことで、手軽に強化が可能。また、輸送時などには中身を抜いておくことによって射銃を軽量化することも可能。現代のように想定されるのが戦車戦だけではなく、ゲリラ戦など幅広い状況に対応する必要のある現代の戦場において、現場レベルで手軽に対応可能なモジュール装甲はまさに先進的な技術と言えるでしょう。そして基本的に箱を取り付けるだけで導入コストが安いって部分も非常に魅力的ですね。身近な部分だと日本の重式なんかも採用していますね。パリコレでの発表以来世界中で話題のナウイファッション、それがモジュール装甲。さあ、みんなも明日から学校へはモジュール装甲を着ていこう。これで君もファッションリーダー、おしゃれ番長、キャリートニョトニョ。適当言って本当にやるやついたらこの動画に苦情来るんだからやめろや。突っ込むならまずどうやって人間がモジュール装甲を装備するんだって部分だろ JK。しかしまあなんだ。先進的っつっても基本的には増加装甲みたいなもんなんだろ。最新鋭の装甲台詰め込むったって、こんな小さな箱に入れただけでどの程度の防御力が担保できるんだかね。まあ当然それは気になるよね。実際のところは現代戦車ゆえなんとも言えないんだけど、個人的な見解を述べるのであれば、おそらくこういったモジュール装甲ってのは、あくまで現場レベルでもある程度対処が可能であるってぐらいのものだと思ってるね。一番初めにも言ったけど、この子の主装甲はモジュール装甲とは別にちゃんと車体に収められてるのよ。敵の攻撃を防ぐメイン盾はやっぱりここだろうし、モジュール装甲では対処不可能なレベルになったら、他の戦車と同じく、車体自体をかっさばいて装甲材を入れ替えるんだと思うね。あくまで現場レベルで手軽に対応可能ってのがモジュール装甲の強みなのかなって。まあ単なる私の想像だけどね。さて、そんな先端技術を盛り込んだルクレールですが、ゲーム内での装甲はどんな感じなのか。さっき紹介した画像からもわかる通り、残念ながらゲーム内のルクレールは、モジュール装甲内に複合素材を封入していない状態になっており、なのでモジュール装甲部分は数ミリ程度の空間装甲となっています。じゃあ魅力も装甲圧も半減やん。なえるわー。ところがどっこい、車体自体の複合装甲がとても強力でしてね。なんと後頭正面左右のほっぺたは600ミリ程度もあります。レオパルド 2A5 や MHA2 エイブラムスほどではありませんか。それでもゲーム内トップクラスの硬さですね。まあまず抜かれないと考えていてもいいでしょう。しかし現代戦車特有の弱点である防塵は例に漏れずこの子も弱く、恐ろしいことに分厚い鉄板1枚のみの構造になってます。一応一番硬い部分で厚さは450ミリぐらいあるんですが、砲身や機銃が中に収まっていることもあり100ミリ以下の防御力しかない部分がかなり大きいです。防塵を撃たれると高確率で砲身が壊れ、最悪乗員が気絶するのでなるべく撃たれたくないですね。続いて車体装甲。モデルを見てわかる通り、イギリスのチャレンジャーや日本の90式と同じく、複合装甲が収まってるのは車体正面上部のみ、下部に至っては傾斜込みでも70ミリ程度しかないので絶対に撃たれてはいけません。しかし複合装甲がある上部はかなり硬く、一番硬い部分はなんと560ミリもあります。数値だけなら文句なしでゲーム内1位ですね。しかし残念ながら硬いのはこの部分だけで、少しでも上にそれると300ミリ以下になり、スポスポなのであんまり恩恵は感じないですね。他の西側戦車の例に漏れず、この子も車体は極力撃たれない方が良いでしょう。防御については以上。続いてこの子のもう一つの特徴である飛行を見ていきましょう。ルクレールは西側の MBT ではありますが、各国が採用しているドイツのラインメタル製 120mm 砲ではなく、国産の GIAT 社製 120mm 砲を搭載しています。この飛行はラインメタル製の44口径長よりも長大な52口径長で、方向初速がかなり速いのが特徴です。ラインメタル製 120mm が DM33 を射撃した際の初速が 1640mph なのに対し、ルクレールの飛行は 1790mph となっています。その貫通力は驚異の 528mm でゲーム内2位ですね。そしてこの子は自動装填装置を搭載しており、装填速度は6秒、砲塔後部の弾薬庫も22発とたっぷりで、継戦能力もバッチリ。瞬間火力こそ5秒リロードの90式には劣りますが、十分なモンスター火力ですね。そして最後に足回り、車体が小柄ゆえ、車重は 53.2 トンと重装甲西側 MBT の中ではかなり軽く、搭載してるエンジンも1500馬力で出力重量比はおよそ 27.9 と、日本の90式や AMX40 ほどではないけど、無印 MH やレオニ A4 よりは動けるといった感じですね。性能解説は以上ですかね。見てわかる通り全ての性能が非常に高水準でまとまっていて扱いやすく、文句なしでゲーム内最強クラスの戦車と言っていいでしょう。しかし弱点がないわけではないですし、このランクだとその弱点は比較的狙いやすい部類でもあります。決して油断せず、自慢の性能の優位性を存分に発揮できる立ち回りを心がけるのがベストですね。要は基本に忠実にってことです。このランク帯における戦車の性能の優位性というのは、他の車両でもできる立ち回りを同じようにやればより良い成果が出るってな程度だと思った方がいいです。決して無茶が効くということではないのでね。さて、長々と話してたらこんな時間だ。ごたくはいいからさっさと試合見せろって話ですよね。それじゃ試合の解説に移りましょう。最強、まさに我々にふさわしい響きだとは思わんかね。ああ、フリーの最後を締めくくる戦車ってのは、やっぱりこうじゃなきゃね。その性能、存分にこの戦場で発揮させてもらおうじゃないか。さて、マックはノルマンディ。とりあえず初手は定番ポジにこもって敵が突っ込んでくるのを見張りますかね。そしてここで新機能、必殺サーマルサイト。うほ、なんだこや。これは 1.91 アップデートで実装されたサーマルサイト。暗視装置の一種で、その名の通り熱源。という化石外線を可視化する装置です。
人の体やエンジンなんかの温度が高く、赤外線を発してる部分が浮き上がって見えるって感じのものですね。視界の通りにくい夜間や悪天候でも視界を確保できる優れものですな。ちなみにモードは2種類あり、温度が高いほど白く浮き上がるモードと、逆に温度が高いほど黒く浮かび上がるモード、どちらも一長一短なので、適宜使い分けていくのがベストですね。確かに見やすいっちゃ見やすいが、なんだか遠近感がグルーなこの画面は。その当時の映像技術を再現してるのか知らんけど、解像度がすっごい低い上に、色彩とかも単調だから距離感がつかみにくいってのは確かにあるね。その時は適宜いつものカメラと切り替えながら使えばいいさ。さて、とりあえずここでしばらく待ってみたが動きなし。でも敵さん多分待ち構えてると思うんだよな。ここで無理に突っ込んだせいで包囲殲滅されるのがよくある負けパターンだし、待ちの一手で安定でしょう。でも、前に弓方が突っ込んでるぜ。まあ見てな。あれおとりだ。あの味方に釣られて敵が出てきたところをこっちからズドンって戦法よ。味方を出しに使うとは。さすがドラえもん汚い。いやいや、合わせて突っ込んで二人まとめて吹っ飛ぶ方がよっぽど損失がでかいんだぜ。とりあえず狙っておけ。すぐにでも敵がそこの通路の奥から。奥から。おい、全然敵いないじゃないか。味方のルクレール普通に突破しちゃったぞ。あっせー、おかしいな。それに相手なんだから正面カッチカッチ自慢の MBT ガットリくらいはここに張ってると思ったんだけどな。まあいいや、敵がいないのならそれはそれでよし。味方に続いてさっさとこの通路攻め上がってしまうぜ。しかしそうなるとどこに敵がいるのかよねんな。拠点が取られてるし、と海岸ルートは確定として、まさか全部がその2方向に行ってるとも思えんのだがな。いや、でもこの感じからすると多分それもありえるぞ。となるとマジでここにいても暇なだけだな。どうするか。こんなところでモジモジしていてもどうしようもない。とりあえず拠点がまだ踏めてないし、取りに行ってしまおう。さっきの味方が町の海岸ルートを押さえてくれてるから多分大丈夫だと思うのよね。怖いのはこの先のオベリスクの壁だけど、大丈夫そうね。よし、この角を曲がれば。痛い。お前さっき水方面にも敵がいるだろうって言ってたじゃないか。それなのにこんなところ通ったら早撃たれるって。いや思ったよりも C から車線通ってたなって。しかしご覧なさい、そんな完全に真後ろからの射撃ですら後進の損傷と車長が認知になっただけ。さすがは西側 MBT、 タフネスさが団地ですよ。自分が認知になっておいて程度の損傷で済ませられるあたり、あんたもなかなかってるな社長殿。それが惑星ってもんさね。さて、とりあえず修理がてら拠点の占領。やはりというかなんというか、町の敵が思ってる以上に手薄だな。海岸ルートも味方の動き見る限り多分それほど敵は多くなかったみたいだし。ちょっと待て、思いっきりリー組まれてるやん。これはあれか、町の海岸ルートじゃなく思いっきりリーチ突っ込んできたってことか。さすがノルマンディ、上陸作戦だね。安心してる場合か。これ、町がリーチと C 方面で挟まれたってことだぞ。しかも敵はリー方向からも攻めてくるわけだ。さすがに3方向一度に守るなんてきついぞ。分かっとる。幸い各方面に味方はいい感じにばらけてるから手分けして防衛態勢を整えよう。とりあえずさっきそこの味方の至近距離に敵の反応があったはずだが。おっと、味方が食われたか。敵は T80U、 厄介な相手だが、ここで待ち伏せてれば側面を晒してくれるだろう。エンジン音もするね。来るぞ。まずいなこれ。どしたん。俺の使ってる安物ヘッドセットで遠近がはっきりつかねん。手前か奥の通路か。奥。あら、T82 じゃねえ。まあいいや、T62 ですか。となるとこいつとは別に T82 もいるってことよね。近くにエンジン音は聞こえないか。いや待てよ、確かさっき水平原側の味方リスではいた味方が食われてたよね。ってことはこれ、C 方面から攻めてきてた敵がもう味方リス付近にまで来てるってことじゃ。このエンジン音、味方じゃない、敵だ。砲塔回せ、照準用意。そしてこの隙に味方へ通達。味方リス方向から A に敵が侵入してるぞ。気をつけろ。そ、間に合わなかったか。車体前進、敵が侵入してきたルートから敵を追う感じに攻めるぞ。今ならケツを取れるはずだ。幸い敵はあまり機動力の高くない T72。そんなことよりさっきの場所からバッチで撃ち抜いてよかったんじゃないのか。ああ、確かにそれでもよかったかも。ただ、こっちはケツ向けてたし、最悪敵のこと照準できない可能性もあったし、それにノラ軍隊の配置的にうまいこと挟み込めるんじゃないかという算段だな。あ、ノラ軍隊もっと吹っ飛んじまったぞ。構うもんか。とりあえず T72 さえ吹っ飛ばしゃいいんだから、どのルートかなんて関係ねえ。こっちから最強ルクレールじゃけえの。射撃用意。捕らえた。そこだ。浅いか、でも方針は潰してる。このまま追撃行くぞ。あの野郎スモークなんて立ち上がって。これじゃ撃てねえ。かまうもんか、スモークに中に突っ込め。上になら、体当たりで打ち出すまでよ。肉弾偵察、肉弾偵察じゃあ。ふむ、感じる。こっちの方から奴のスメルを。
あ、味方ナイス。なんだよ、これならマジでさっきのポジションに留まってた方が簡単に T72 倒せたと思うんだぜ。まあまあ、とりあえずなんとかなったんだからよ、イケロンって。と、あれはソ連のミグか。十中八九こっちを爆撃しに来やがったな。こうしちゃいられねえ。即時移動だ。そんでもってさっきこの先で敵 A が映ってたはずなので迎撃に向かおう。と、行き過ぎ行き過ぎ。うん、あれは。今の防順に刺さらんか。狙いは良かったんだが惜しいな。まあ今のは仕方ないだろ。てか思ったよりも T80U の動きが早かった。もう少し先にいる予想だったんだがな。まあいいや、バックアップはまだある。気を取り直して再出撃。と、その前になんだあや、リスの後ろの丘に何か嫌がる。さっきからリスの味方がボカンボカンぶっ飛んでるのはこいつのせいか。しかしどこにいる。でも、撃ってきやがった。あやつんぐんしかだ、遺体と燃料庫がやられちまったよ。ええー、面倒な。しかもこんなところで足止め食らっちゃって。もうダメかもわからんね。もうダメだ、おしまいだ。落ち着けベジータ。騒いでねえで、シェンロンにお祈りでも済ませておけ。ふう、なんとか無事に修理完了。幸い街にいた敵はまだこっちまで来てなかったようだね。それなら話は早い。お礼参りと行こうじゃないか。よくも生まれたての味方を散々買ってくれたな。おかげでだいぶ味方の数が減っちまった。これで負けたら貴様のせいだからな。謝ってももう許してやらねえ。確実に刈り取ってやる。後悔してももう遅い。喰らいやがれ。カーメーハーメー。あれ、どこだ。見つけた、家電入手砲発射。命中、ツングースカ撃破。そこはカメハメハじゃないのな。俺、どちらかというとゾイド派だから。ジャンルが全然違うんですが、それは。まあなんでもよい。とりあえずこれでリスは安全になったはずだ。おそらく敵は C にいるはず。またリスが狙われ始めないうちにさっさと街へ入ってしまおう。よし、とりあえず定番ポジに戻ってこれたな。試合序盤ならわかるが、この時間にここに入る意味あるのか。うお、マジでいた。T80U 撃破。ふ、この時間だからこそだよ、ワトソン君。戦況を見たまえ。数でこそ我が軍は負けているが、抑えている拠点の数では勝っている。そして敵が取っているのは C 拠点。すなわち敵が次に目指してくる場所は間違いなく中央の A 拠点だということだ。おっと、やっぱり。やっぱりじゃないよ、余裕見せてないで早く A を取り返さなきゃ。まあ待て。これは持論だが、C から A を攻める場合、直接 A へ向かうのではなく、外周から回り込んでくる敵が必ず数名いるはず。そう、例えば近くから聞こえてきているこのエンジン音のように。報酬、射撃用意。そこの曲がり角で敵は必ず側面を晒すはずだ。了解だ、任せてくれ。うで、命中、T80U撃破。そしてすかさず車体反転、A の曲がり角から来るぞ。そこだ。と、マジかよ、今も刺さらないか。対処期待で。おろ、うほ、やった、弾いたぜ。これでチェックメイトだ、ぶっ飛ぶ。いや、おいおいマジかよ、なんでそこ刺さったのに生きてるんだ。仕方ない、そこの瓦礫から頭出しでもう一度攻撃だ。間に合え。よ、吉田ー、なんてこった。吉田がやられた。てか普通に複合走行部分ぶち抜かれてるじゃないか。しかし幸い方はまだ生きてる。急いで吉田を復活させて反撃だ。おい起きろ吉田、ジュースるぞ。それだけは勘弁してくれ。おう、生き返った。やはりこの手に限る。よし、敵の飛行は潰した。とどめ刺したれ。あいあい、今度こそ吹っ飛ぶ。T80U 撃破。ふう、なんとかさばききったか。いやはや、T80U が連続残量だもんな。さすがにしんどいぜ。しかしこれはかなりの大戦果だぞ。さすがルクレール、ゲーム内最強格の名はだてじゃないな。む、なんか後ろの味方がやられてないか。一応見張っておくんだ。こっちに来るかもしれん。そしてこの隙に基準の修理をしておこう。む、やっぱりいるらしいな。どこだ。あ、重っと目の前にいるじゃねえか。逆光で全然見えんかった。それはひどいぜ。せめて操縦機覗いておけばよかったな。まあラッシュさばききって気を抜いちまった。こっちの落ち度だし仕方ないな。気を取り直して今度は AMX40 で出撃。パート184で登場した車両なので細かい説明は不要ですね。ルクレールと比べるとだいぶ走行が頼りなくなっちゃったけど、ゲーム内の交換水砲に MDT 最高クラスの足回りがあるので、戦場中を走り回って敵を撹乱してやりましょう。なんか今すごい音出したけど敵のジェット機だな。となると陸の敵は少し数が少ないのか。なんたる強行。そして少なくとも敵が一人は A にいることが分かってる。多分さっきの T80U だと思うんだが。敵の占領が間に合っちまったか。となると次はおそらく B へ攻めてくると思うが、でもなんとなくだけど、まともに敵とやり合うよりは積極的に拠点踏みに行って、チケット切れでの逃げ切りを狙った方が良さそうよね。よし、それで行こう。てなわけで早速 A を踏みに行こう。む、平原側にいる味方がジェット光線中、A の中にいた結果な。後ろから味方もついてきてくれてる。A の選挙は一旦そっちに任せて味方の援護に向かうぞ。って間に合わなかったか。しかし多分ここから敵のケツが見えるはず。これだ。ってあや、これオブジェクトの残骸か。見える範囲にはいないぞ。ち、思ったよりも移動してるみたいだな。味方のスポットが残ってる。それによれば少し右側にいるらしい。って出てきた。危ねえ危ねえ。
T80DX 波。でもって反転。海岸ルートにも敵 A あり、味方が注意を引いてる間に回り込むぞ。いや、ちょっと待てよ。なんか味方もすごいこっちに行ってるし、もしかして倒してくれたのかな？それならまずは拠点を取ってしまおう。このタイミングで敵のヘリコプターも出てきた。油断してるとサクッとやられちまいかねん。しかし逆に言えば敵の地上戦力もそんなに多くないということ。このチャンスはしっかりと生かしたい。スモーク巻いて敵リスト C 方面からの視界は切って。おっと、壁に引っかかってるぞ。しっかりしてくれ。すまねえ。ルクレールの後だと足が速すぎて操作がおぼつかん。さあ、拠点占拠開始だ。瓦礫を使ってしっかりカバーできる場所へ。ここがいいかな。む、味方から警告。うお。T82 だ。まだそんなのがいるのかよ。正面戦闘は避けろ。スモーク展開して一旦交代。拠点の占拠は。いや、エンジン音が近い。ぶっ込んできてるぞ。下がれ。そ、間に合うか。もう一発スモーク展開。まずは安全な場所まで下がるぞ。ふう、ここまで来れば大丈夫かな。攻勢に転じるぞ。敵がこの場所を見張ってるとしたら、右から側面がつけるはず。今こそこいつの俊足を生かす時だ。さすがにスモークの中身まで突っ込んでくるって。おお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 およし、拠点占拠完了。敵の航空機も飛んでる。一旦下がるんだ。敵は間違いなく A を取りに来るわず。そして私の予想が正しければ、町の外周からぐるっと回ってくるわず。だとすればここで見張っていれば必ず敵は来るわずだな。む、エンジン音。やはり来たな。多分前から聞こえてると思うが、なんだかはっきりせんな。一本前か、それとも一番外側か。え、ちょっと待って、A が踏まれてる？ぐゃー。後ろかよー。脱出、脱出。ぬぬ後ろから聞こえてる音だったか。頼むぜ。あらちゃんと見張ってればしのげた場面だぞ。いやはや全くその通り。しかしやはり今使ってるヘッドセットの限界かね。前方方向からの音は比較的わかるが、後ろ方向の音の定位が本当にはっきりせん。今のも完全に前から聞こえる音だと勘違いしちまってたぜ。まあ仕方ない。我々にできるのはとにかく拠点に突っ込んで逃げ切ることのみよ。実際できればまだまだ勝機はある。拠点占領開始。ついでにスモークも展開。まずは確実に占領してしまいたいな。む、ちょっと待て。なんか左から落としない？する。ガスタービンエンジンの音がピンピンしてる。やべえよ、やべえよ。敵からはスモークの中にいることはバレてるだろうけど、こっちからはなんとなくの位置しかわからん。ここは無理せずに占領が終わったら一旦飛行。バックすればさっきやられた通路に入れるはずだ。そっちに逃げてから改めて回り込んで A にいる敵を狙おうかね。バックオーライ、バックオーライ。一応反対側も確認して。あ。ちょ、またしても BMP に、T82 機を取られすぎてて全然気がつかんかった。もう残ってるのが AMX30 しかないし。いよいよやばいなこの試合。味方も残りは3人のみ、対して敵は5人。やべえよ、やべえよ。諦めるな社長殿。幸い味方が C を踏んでくれてる。あと BT のどっちかを取れば逃げ切れる可能性は十分にあるんだ。そうだ、ここまで来て諦めるわけにはいかん。A を占領した敵は B か C のどちらかに向かうはず。そして幸いどちらにも味方はいる。時間稼ぎをしてくれている間に、私が A を中立化すればチケットの残り敵に逃げ切れるはずなんだ。行くっけねえ。よし、A は多分クリア。味方も B を占領してくれている。今がチャンスだ。C の味方がやられて、敵が C を占領開始。敵はそっちか。こっちも A を占領開始。これで敵が持ってる拠点はゼロ。対してこちらは B が一つ。C の占領が完了するまでまだ少し時間はある。いけるぞ。頼む、早くチケット切れてくれ。よし、間に合ったかな。さすがに今から敵が戻ってきても間に合わんだろ。あ、前方に BMP。残念だったな。時間切れだ。というわけで7キル1足4占領4ですで。かーしましたー。まさにゾンビアタック。途中から敵を倒すよりも拠点踏むこと優先して逃げ切る作戦がうまいこといきましたね。最後 A に BMP か T80B のどちらかを残していれば敵は勝ってたかもしれない。明らかな勝ち試合だっただけに、敵、特にあの BMP はとても悔しい思いをしてると思いますね。しかしその判断ミスを誘発したのも、こちらのチームワークあってこそですから、最後は3人しか味方がいませんでしたけど、うまい具合にばらけて。
それぞれがそれぞれの拠点をしっかり取りに行く動きができてました。あれで A や B の占領が少しでもタイミング早かったら、違った結果になってたかもしれないですね。みんなで勝ち取った貴重な勝利、噛み締めたいと思います。今回のメイン車両のルクレールもその性能を遺憾なく発揮し、最強と呼ばれるにふさわしい活躍ができたんじゃないかと思います。あの T80 ユーラッシュなんて装甲がなければまず1発目で吹っ飛んでましたし、自動装填装置の高速リロードがなければそもそも捌ききれていなかったでしょうしね。しかしまあ、そんな最強ルクレールですらやられるときはあんなにあっさりやられるんだっていうのも、なんとなく伝わったと思います。冒頭でも言った通り、この BR における性能の優位性なんてのは、言ってしまえばこの程度のものなんです。慢心せず、基本に忠実に、これが大切ってことですね。さて、長くなってしまいましたが今回はこんなところにしておきましょう。また次回をお楽しみに。ダバ。